ビクター・ガーバーはカナダ・オンタリオ州出身の俳優。身長188センチメートル。2006年1949年にカナダ・オンタリオ州に生まれる。ロシア系ユダヤ人。9歳の頃から舞台に立ち、16歳の時にはトロント大学の演劇サマーセッションに16週間参加した。また一時期、フォークソング歌手としても活動しており、 ザシュガー・ショッピーというバンドグループで活躍した。1967年には、その年の人気音楽のトップ40に入るほどだった。その人気はアメリカへも飛び火して、エドサリバン賞や、ジョニー・カーソン賞などへミュージシャンとしても出演している。役者としても徐々に経験を積んでいき、約20年間ブロードウェイで主役を演じ、アラン・アルダやアルフレッド・モリーナラ等と共演。 トニー賞に4度ノミネートされている。その後、映画やテレビなどにコンスタントに出演を続け、テレビドラマ、エイリアスで主人公の父親、ジャック・ブリスト役を演じたことにより知名度が上がった。音楽活動は現在でも続けており、その才能は舞台でも活かされている。中には、スティーブン・ソンドハイムのエイリトルナイトミュージックや、 スウィーニー・トットなどで、その歌唱力が披露された。舞台では、ブロードウェイのほかオフ・ブロードウェイへも出演している。映画においては、1997年に出演した、ジェームズ・キャメロン監督のタイタニックでも知られるようになり、ゴールデ・ホーン、ベッド・ミードラー、ダイアン・キートン主演のコメディ、ファースト・ワイフ・クラブや、ショーン・ペンがアカデミー主演団優勝に輝いた。 ミルクなどの話題作にも出演。近年では、ベン・アフレックが監督してアカデミー作品賞を受賞したアルゴにも出演している。2012年に自身がゲイであることを公表。ニューヨークで13年間に及ぶパートナーと共に住んでいる。ありがとうございます。